いやでもこれだいぶ俺の方がパーティー的に相性いいよな。メタモンがちょっと嫌なんですよね。メタモンが怖いっていうのはあるんだけれども、まあメタモンがこうやってるのはあるんだけど、まあやっぱり多分相手の心情からして絶対タメ肌選出してくると思ってるんだよね、やっぱり。サメと多分ラティあたり、もういいや、サメ、ラティ、メタモン、この3体でもピンポイントで読んでいって、まあ、で先方多分サメが来ると思って、まあ、そこはあえて俺もサメぶつけてもいいかなと。こうだな。メタも絶対スカウやろ。いやー、出た、これ。これが見たかったんだよ、俺はよ。サメミラーなんかめったにないからな。俺のサラダニックネームなしっていう。あー、待って、ちょっと待って。ただここはしっかり勝負だから。ここは勝負だからこそ、冷静にいかなくてはならない。いや、でもいっか。あ、特殊なんだ。特殊なんだね。じゃ、このサメ自分で作りましたよ、もちろん。控えめで厳選した。多分今の同族やんな。だ絶対同族。ただもうサメの振り方なんて、しかも絶対控えめ CS やと思う。絶対。加速あるし。あー、マジで？え、ドロボン持ちか。なのじゃこれ。レイビあるか。でも、あが負けたかもしれん。ちょっと待って。ちょっと待って、これや、待って。てか道連れで持っていかれるってやつは挑発見てたのか、これ。臆病なら耐える。え、なんでやねん。俺絶対これ急所で絶対持っていかれたら、もう絶対耐えてるの、臆病やったら。これ臆病やったら耐えてるって、今の。ふざけんなよ、マジで。臆病やろ、このサメ。絶対耐えてるから、今のドロボン。ありえへんねんけど。